ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに新藤金子君が委員を辞任され、その補欠として比嘉夏実君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお伺いいたします。農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり国税庁長官官房審議官田村浩一君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、再を決定いたします。農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。小野田公美君。おはようございます。自民党の小野田公美です。早速本法案について質問させていただきます。もう日本の農林水産物、本当においしくて、ぜひ海外の人にたくさん食べていただきたいんですけれども、なかなか今まで輸出に苦戦されていたという中で、もう各生産者の方も、国会も、そして省庁も頑張っていただいて、なんと目標の1兆円をやっと突破したということで、大変嬉しいところなんですけれども、また新たに大きな目標を掲げられました。令和12年までに農林水産物食品の輸出額を5兆円を目指すと、そして中間として令和7年までに2兆円を目指すと、こういう目標を掲げられた中で、本この輸出を促進する法案の改正がどういう意義を持って、どういう効果を目指して改正するのか、改めて意義をお願いします。金子農林水産大臣。お答えいたします。輸出促進法制定後ですね、世界の食のマーケットがさらに拡大することを踏まえまして、2020年3月の食料農業農村基本計画等におきまして、農林水産物、食品の輸出額を2025年に2兆円、2030年に5兆円とする新たな目標を設定したところであります。で、これらのですね、新たな輸出目標を達成するためには、ジャパンブランドを最大限に活用しまして、海外における日本産農林水産物、食品の付加価値を上げるとともに、海外の規制やニーズに対応したマーケティングを輸出に取り組む産地や事業者を早急に増やすことが必要だというふうに考えております。で、このため、生産者から販売まで輸出に関連する事業者が参加し、オールジャパンで輸出に取り組む団体を育成するとともに、リスクを取って輸出に取り組む事業者の輸出への参入を促すための金融面での支援を行うなど、
さらなる施策の強化を行う必要があることから、本国会において改正案を提出いたしたところでございます。小田君、ありがとうございます。でこのですね、認定団体各品目への今後加入率っていうのはどれぐらいを目指しているのか、目標とか想定があれば教えてください。渡辺輸出国際局長。認定農林水産物食品輸出促進団体は、日本の強みを発揮できる品目の輸出を伸ばすために、主要な輸出品目ごとに業界一体となってオールジャパンで輸出拡大に取り組む団体であります。でこのため、主に輸出拡大実行戦略で定める輸出重点品目を対象に、生産製造から流通販売に至るまでの幅広い一連の関係者が構成員として加入するということによりまして、緊密な連携体制を構築して活動を行うことを想定しております。小田君、幅広いということで、まあ、それいっぱい入って、なるべく入ってねっていうのは分かるんですけど、まあ、具体的な目標じゃなくて、なるべく入ってねというところと、いうふうに捉えました。まあ、入っていただくのが輸出にとってはプラス、頑張っていくためにはサポートになるので、入っていただきたいと思うんですけれども、この法案の中にですね、国の責務というのがありまして、国は農林水産物食品輸出促進団体が行う農林水産物および食品の輸出の促進のための取り組みに、必要となる情報の提供、指導、助言、その他の援助を行うように努めなければならないということで、国がこれからこの認定団体についてしっかり支援していくとなった場合、万が一その認定団体に入れないような事業者とかが出てきた、生産者が出てきた場合は、受けられない恩恵が出てくるんじゃないかなというところも心配されるんですけれども、例えばそのサポートが必要なんだけども、小規模すぎて、ちょっとそのなんか拠出金というかお金払えなくて入れないなとか、そういうような心配はないんでしょうか。渡辺輸出国際局長。お答えをいたします。農林水産物食品輸出促進団体は、オールジャパンで輸出拡大に取り組むために、広く門戸を開きまして、希望する関係者に幅広く加入いただくことが適切であるというふうに考えております。でまずこのためですね、本改正案におきましては、まず輸出促進団体が、そのもし業務の対象をですね、特定の地域で生産製造加工された農林水産物や食品に限定するような場合はですね、それは認定を受けられないというような規定を設けております。で加入のですね、団体への加入の要件ですとか会費におきましては、各団体において定めるものでございますけれども、いずれにしましてもそういった性格の団体でございますので、国といたしましてもですね、生産者製造者が認定輸出促進団体に小規模な方も含めて加入を希望するにもかかわらずですね、加入できないといった事態が発生しないよう、この制度を運営してまいりたいというふうに思っております。認定団体の活動が速やかに立ち上がってですね、構成員の負担の軽減にも資するようにですね、令和3年度の補正予算ですとか令和4年度の当初予算におきまして、認定団体が行う共同活動に対してですね、しっかり支援をしてまいりたいと考えております。小田君、特定の地域に偏ってちゃダメとかっていうようなのはしっかり見ていくということだったんですけれども、まあ、それぞれの会がやっぱり規約とか決めていくということなので、これちょっとやっぱりもちろんね、その私も部会の中で輸出の海外でそういう団体を作ってらっしゃる方たちの話を聞いて、やっぱりメリットを被るためにはちゃんとそれに伴うその支出もしなきゃいけない、みんなでちゃんと分かち合っていかなきゃいけないっていうところも重々承知しているところではあるんですけれども、やっぱりこう国がその団体を支援する以上、こうハードルが高くて結局こぼれ落ちていくっていうようなところがないようにしっかり見守っていただきたいというふうにお願いをいたします。そしてですね、もう一つジェトロさん、日本貿易振興機構さん、今も輸出に関する支援をされていらっしゃって、例えば海外のミニ調査サービスとか貿易投資相談とかオンライン講座とかさまざま支援をされていらっしゃるんですけれども、このジェトロと各認定団体の関係性というか、この住み分けっていうのはどのように考えているでしょうか。渡辺輸出国際局長。お答えを申し上げます。ジェトロ、日本貿易振興機構につきましてはですね、輸出先国の規制情報の収集ですとか、海外展示会への出展、あるいは専門家を活用した商流の開拓の支援ですとか、そういった輸出に取り組む事業者への総合的な支援を実施をしております。認定農林水産物食品輸出促進団体につきましては、認定を受けた品目について生産から販売に至る関係事業者が連携をして、オールジャパンでですね、ジャパンブランドの確立ですとか市場の調査、販路拡大などに主体的に取り組む団体でございます。
で、本改正案ではジェトロが認定団体に対し要請に応じまして必要な助言その他の援助を行うよう努める旨を位置づけておりまして、ジェトロは専門的な知見を生かして認定団体の活動が円滑に進むよう必要な支援を行うということにしております。で、こうした関係者の一体となった取り組みを進めることで農林水産物や食品の輸出拡大を図っていきたいと考えております。小田君、はい、ということで品目ごとにその団体を作った上で今までこの業界で支援をしてきたジェトロがその総合的にそこもサポートしていくということで住み分けをしながらちゃんとそれぞれの得意ジャンルを生かして一緒に輸出促進をしていただけるということでぜひよろしくお願いいたします。でですね、輸出を望んでいらっしゃる方とか今していらっしゃる方たちに何困ってますっていう話をしたときにとにかくその外国法令をちゃんと把握してでそれを例えばその残留農薬とか添加物とか国によって全然違うんでそれが今の状態がどうなってるっていうのを調べるのも大変だしでそれがなんか改正しそうとかしたとかっていうときにその情報をいち早くキャッチしてまたキャッチするのも大変翻訳するのも大変それを情報共有していくのも大変っていうこの辺のやっぱりその言語とか制度の問題のハードルが大きいという相談をよく受けるんですけれどもこの対策は現状どのような対策をされていてこの法律改正後はもっとこうなりますよとかそういうアピールポイントあったらぜひ教えてください。渡辺輸出国際局長、お答えをいたします。各国の外国のですね、法令各国の農薬ですとか添加物などの規制の情報につきましてはジェトロなどと協力をいたしまして調査をいたしまして現在農林水産省のウェブサイトなどで公表しておりますし省内に相談窓口を設けるなどいたしまして事業者に正しい情報が伝達するような取り組みもしているところでございます。今後におきましてはですね、アメリカですとか中国などといった主要な輸出先国や地域におきまして在外公館とジェトロの海外事務所などが連携をいたしまして輸出事業者さんを支援するための輸出支援のプラットフォームを形成を進めていくということにしております。で、この輸出プラットフォームにおきましては現地におきまして外国の法令ですとか新たに導入される規制の情報といったものをしっかりと把握をいたしましてカントリーレポートとして配信するとかいうようなことを通じましてですね、また農林水産物食品のですね、認定輸出促進団体などを通じまして生産者や輸出事業者にそういったその外国のですね、情報がしっかり届くようにですね、努めていきたいというふうに考えております。小田君、私も農林水産省さん の, そのページを拝見して品目ごとにこうエクセルを作ってくれててちゃんと見やすくしてくれているのは分かるんですけれどもどうもですね、現場に聞くとスピード感が遅いよっていう話もちらちらと耳に聞こえてきております。どこが言ったと言わないでって言われたんで言いませんけどもそういうところはやっぱ一刻も早く情報は知りたいし集めてくるって体制はやっぱ国とそのジェトロとか頑張って在外公館とも頑張ってそれを下ろしてきたときに品目別の団体がこうしっかり末端まで広げるっていうこの住み分けをしっかりするのであれば根底となるところで詰まりがないようにそこの差の能力の強化っていうのは一層お願いしたいというふうに思います。続きまして今回のジャス規格の制定の対象に有機種類も追加されるということで輸出先の有機認証を受ける手間がなくなるということは喜ばしいと今日本酒とかやっぱり種類人気なのでここなくなるのは嬉しいなと思うんですけれどもこれからさらに輸出を増やすためにこれから日本も国際基準の認証っていうのはやっぱもうちょっと意識していかなきゃいけないなと思ってまして日本の農産物とか加工品は安心安全です清潔ですって私たちみんな思ってるんですけどじゃあ具体的に見てみたら海外では使ってない農薬使ってたりとか海外では使ってない添加物いっぱい使ってますよとかそれがいい悪いというよりはやっぱ海外の基準で認められるものとはちょっと違うっていうこの矛盾があるのは間違いないところ で衛生管理も日本人って清潔なのでやってるよって思いつつじゃあハサップとかのその管理の、それぞれ国によって
レベル違いますけど、そこに達成しているのかっていうところは、なかなかその認識として小規模が多いので、日本って、そうすると難しいところもある、例えばそのオリンピックだったらグローバルギャップ取ってないと使いませんよとか、そういったその意識づけのチャンスっていうのはそれぞれあったと思うんですけども、これからその輸出を増やすために、この国際基準の認証を取っていくっていうことのサポートを広げていくとか、また意識改革というのも必要だと思うんですけど、この点いかがでしょう。下野農林水産大臣政務官。お答えいたします。我が国農林水産物食品の輸出を拡大する上で、食に関する国際基準の認証取得を進めることは大変重要であります。このため、農林水産省におきましては、農業生産段階では、国際基準である GFSI 承認を得たグローバルギャップや、日本発のアジアギャップの取得を促進し、昨年3月時点で5年前の3倍となる全国で約3000の経営体が認証を取得しております。引き続きギャップ指導員による農業者のサポートや輸出に向けた認証取得経費を支援することなどにより、取り組みをしっかりと推進してまいります。また、食品製造にかかる衛生管理につきましては、国際標準のハサップを包含した日本発の JFS 規格を2016年に創設し、その普及に努めているところであります。これまでに国内の2000以上の食品工場等が JFS 規格を取得しております。今後ともハサップや JFS 規格の普及に向け、研修や認証取得、設備投資への支援などをしっかりと講じてまいります。本田清君。必要なのは分かってるんだけど、高くてこんなのできないよっていう声も多分いろいろもずっと皆さんとの問えられてもらいます。日本は小規模が多いということで、なので、団体として3000団体ギャップやってくれてるとか、 JFS の企画やってるとかいうのもあるんですけども、それもっと進めていただきたいんですが、よりそのちょっとしか輸出しないのに、そのニーズのためにこんなにコストがかかるのはちょっとできないとか、そういったところのそのギャップを埋めていく、ギャップと重なっちゃった、差を埋めていくような、もう工夫っていうのも、今まで散々工夫はされてると思うんですけれども、なかなか進んでいかないその金銭的な面とか、サポートと意識の改革っていうのも引き続き取り組んでいただきたいし、ハサップっていっても、そのさっき言ったように国によって求められるハサップの基準が違ったりするっていうところも、これまたその外国法令じゃないですけど、あの国に輸出したいなっていうようなその要望を言ったときに、その国だとこの基準求められますよみたいな、その情報もちゃんと和訳して、情報がしっかりリアルタイムで生産者に届くような仕組みをしっかり強く進めていただきたいというふうに思います。そして、これね、個人的に気になってるんですけど、輸出品には加工品も含まれるんですよね、この頑張っていこうとしているのに。そうしたときにですね、海外から輸入した原料も使って、日本の生産したものと一緒に加工して輸出するってことを考えたときに、その日本の中で作ったものはちゃんとしてるよってなったけど、実は海外から輸入したその加工品の一部が、こういう農薬使ってましたよとか、その人権問題、フェアトレードじゃないところの使ってましたよとか、その日本のこれ農作物とかその加工だけに関わらず、サプライチェーンを末端まで把握できてないというのは、各業界で今問題になっているところなので、こういったところで、実はそのうちはちゃんとしてたけど、その一部に使ってたもので引っかかりますみたいなことがないように、この辺もですね、その原材料とか輸入していくときに、フェアトレードとか、そういったところを意識していかなきゃいけないと思うんですが、ここの対応というのはどうなってますでしょうか。中村農林水産副大臣。お答え申し上げます。小野田委員ご指摘のとおり、人権や環境に配慮したですね、原材料等を使用するというのは、例えばウイグル自治区などにで生産された、麺ですとかね、そういったものを使わないような、それはもう世界の潮流になってきているというふうに、ご指摘のとおりそう思います。輸入原材料を国内で加工する場合においてもですね、人権ですとか環境ですとか、そうした点に配慮して生産をされた原材料であることを確認をすることが重要であります。昨年5月に作成されました緑の食料システム戦略におきましても、2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した原材料調達の実現を目指すということと
しておりまして、このために令和4年度予算においてですね、サプライチェーン全体の人権や環境への対応を促進することとしております。例えばですね、パーム油、パーム油の産出国における違法な森林伐採や人権侵害の防止にかかる先進事例があるんですけれども、こういったものを調査をするほか、ガーナのカカオ豆の生産現場に、業界関係者、技術専門家を派遣しまして、国際認証等への理解促進や持続可能な生産のための技術協力を行うというようなことを通してですね、このフェアトレードがしっかりと担保できるようにですね、取り組みをしてまいる所存でございます。以上です。和田君。ありがとうございます。これ非常にこれから重要になってくるところなので、力を入れていただきたいと思いますし、この前、バレンタインがあったときに、チョコレート売り場を覗いてみたら、フェアトレードカカオっていうのは、やっぱすごくそのトピックになっていて、で、岡山でもフェアトレードのカカオを使って、やっぱりそのカカオ利権っていうのがその国とかにあって、なかなかその枠組み、安く買い叩かれて、現場の人が厳しいっていうような状況を現地に行って説得して、それでちゃんといいお金を払って得た。カカオっていうのを使っていくっていう試みをしていらっしゃるところもありますので、そういったところをしっかりサポートして、フェアトレードを意識していただけたらと思います。あと1分、どうしましょう。質問終わったんですけど、ちょっと意見を、今、この小麦がなくなっている中で、私、米粉チャンスだと思うんですよ。で、米を売ろうと思ってて、なかなか向こうに炊飯器がないから売れない、パックご飯にしたら売れたってなったように、そのマーケットイン大事で、で、日本はグルテンフリーを超えるノングルテンという奇跡の技術をやっているにもかかわらず、そこがうまくそのブランドができていないというのを非常に苦しく思ってまして、農林部会でもいろいろ話してたんですが、米粉1番、2番、3番、ちゃんと決めました、よかった、その後ね、米粉を普及するって言ったときに、ハルオロイドって覚えてます、皆さん。南春雄のボーカロイドみたいなの作って、米粉の歌とかの盆踊り作ったりしてたんですよ。で、その時も私、別にいいんですけど、国家予算を使ってやることですかと、本当に米粉を普及したいんだったら、もっとその売り方、ブランドのやり方ってあるんじゃないですかって思ったので、このまれに見る、この日本の米粉がね、ブランド化していっぱい買ってもらえるチャンスなので、この法案改正をきっかけに、しっかりと日本のものを売っていただきたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。